橋という橋でおよそ 2.5 キロの橋なんですが、この下を貨物船が通過しようとしたところ橋に衝突をして、そのままこの橋が崩落をしたということです。現地は深夜ということもありまして、詳しい被害の状況は明らかになっていません。消防などによる救助活動が行われているということですが、少なくとも7人が捜索中ということです。現在少なくとも7人が捜索中ということで、画面の中央に捉えているのがおそらく貨物船だと思われますが、それが橋脚にぶつかってその衝撃で 2.5 キロほどの橋、その一部が崩落したとみられています。アメリカメリーランド州のフランシス・スコット・キー橋が崩落して、現在少なくとも7人が捜索中だということです。